ウェルシュラビットの例はウェルシュラビットはサンドイッチの一種。ウェールズ料理である。古くはウェルシュラビットと綴っていた。日本語のカタカナ表記としてはウェルシュレアビットとすることもある。チーズトーストの一種。チーズ、バター、ビール、卵黄、ウスターソースを混ぜてソースを作りパンに乗せて焼く。チーズにはチェダーチーズが推奨されることが多いが、 ランカシャーチーズの方が美味しいとする意見もある。古くはウェルシュラビットと綴られていたが、ラビットイコールウサギの肉は使用されない。見た目がウサギに近いわけでもなく、名前の由来は不明である。発祥もはっきりしないが、1725年の文献に登場するのが最も古い記録であり、1500年頃から作られていたと考えられている。また、 発祥がウェールズという確証もなく、かつて、イングランド人が、ウェールズ人をおやゆする意味で、低品質の偽真珠を、ウェルシュパールと呼んだように、チーズトーストを、偽物のウサギ肉イコール、ウェルシュラビットと呼んだとする説もある。2017年3月22日には、中日英国大使館と、英国政府官公庁の共催で、不思議の国ウェールズウェルシュレアビットプロモーションイベントが、 開催されたバックラビットの例ありがとうございます。